和歌山県熊野古道のほど近くで今週、奇妙な光景が。なんと、真冬にもかかわらず水着姿でカッポする人々が続出。すごい格好されてます、ね、大丈夫ですか？大丈夫です。寒くないな。そのわけがこちら。この町を流れる川がなんと巨大な露天風呂に大変身。冬季限定で河原に出現する冬の風物詩、その名も仙人風呂。おお、気持ちいい。もう待ちに待ってたって感じです。なんとかオープンできたね。涙のオープン、その裏には、水害からコロナという中で、まあ、はっきり言っても暗い話しかなかったもんですから。4年前、台風による川の氾濫でこの町の9軒もの宿が床上浸水。復興に向け動き始めた途端、コロナショックが直撃。温泉街は苦難の連続だったんです。そしてつい先週も再び無情にも自然が牙を剥きました。水害にやられまくりやね。自然に翻弄される小さな温泉街の知られざる奮闘を追跡しました。和歌山県田辺市、2004年世界遺産に登録された熊野古道で知られる古の町。熊野本宮大社からおよそ5キロの場所にある川湯温泉。8軒の宿が軒を連ねる小さな温泉街です。名物は川から立ち上る湯煙。川湯温泉はその名の通り、町中を流れる川の底から源泉が湧き出ているんです。初めてです。こんなに掘るの初めて。川湯温泉の楽しみ方がこちら。ああ、気持ちいい。マイ露天風呂です。温泉街の多くの宿ではこの川から湧く源泉かけ流しの湯を堪能できます。ここから温泉72度、熱い湯だと思います。できるだけ源泉で入ってほしいんで、朝から温めて夕方適温になるように。芝真一さん63歳、1日一組限定の民宿を切り盛りしています。いらっしゃい。久しぶり。大きいなと思って。ちょっとずるしてる。ずるしとんか。ここの温泉すごい疲れが取れるというか、リフレッシュできるんで。もともとは消防職員だった芝さん。3年前、民宿を始めたきっかけは、温泉街を直撃したピンチでした。ここ台風被害に遭いまして、2018年かな、ここで泥かきしている時に、復興するには何かしようかなと思ってひらめいたのがこの貸し切りの宿。実は温泉の恵みをもたらす大東川はたびたび水害を起こす、いわゆる暴れ川。どうしたらいいかなと。あ、そうです、ね、皆さんお手伝いしてくれてね、ちょっとずつ片付いてきよんやけど、まだ中がもう飛んだんでしょ、そうかなと思って。あ、2018年の台風による氾濫では9軒もの宿が床上浸水。長期の休業に追い込まれ、温泉街は大きなダメージを受けました。
自らの実家も被災した柴さん。復旧作業に奔走する中、地元のためにできることはと一念発起したのだといいます。暗い、寂しいなとか暗いなだけではますます暗くなっていくんで、もう電気をつける、灯す、明かりを灯すということでね、まあ活気が出てくるかなと、うん、思いまして。光も好きやな、こんなやないかな。被災した地元温泉街に一つでも明かりを増やす助けになりたい、そんな思いから柴さんは実家をリフォーム、民宿を始めたんです。まず川湯を選んでもらわなあかん、一回だけじゃあかんもんね、また来たくなる宿を作っとかんと。ところが被災から立ち上がった翌年、今度はコロナショックが温泉街を直撃したんです。ちょっとずつ軌道に乗ってきてきたかなって言った時に、まあ、休業やもんね。災害を乗り越えて、もう一度始めた時にこのコロナというのが来てしまいましたので、通常の月の1割2割までやはり落ち込みましたね。苦しい状況の温泉街。そんな中、これまで町を支えてきた中心人物を突如失う出来事が。頑張っていた若手の一人でしたので、やっぱりその方が、自分で自分の身を引いたというのは大変痛手ですし、やっぱり心痛いところでした。実は去年、コロナ禍の経営難で老舗旅館が閉館。切り盛りしていた主人の小渕誠さんが自ら命を絶ってしまったのです。千人風呂目当てのお客さんとかいらっしゃいますんで、たくさん迎え入れたいなと思ってます。亡くなった小渕さんは温泉宿の主人たちが仕掛ける千人風呂の実行委員長を務め、温泉街のにぎわい作りに力を入れていました。広くて開放的で、しかも無料だ。千人風呂はコロナ禍以前は3ヶ月で6万人が来場。30年以上前から続く川湯温泉の冬の風物詩。仲間の思いを継ぎ実行委員長を務めるのが柴さんです。やっぱりにぎわいを取り戻したいっていうのと、この火は消したらあかんなとは思いますね。3年ぶりに行動制限のないシーズンを迎え、温泉街復活への起爆剤として力が入ります。砂利で土手を作り、川の一部をせき止めたら、コンクリートブロックを並べて巨大な浴槽を作ります。そこに温度調整のために川の水を引き入れるパイプを通していきます。千人風呂につながる橋を渡したら、いよいよ1週間かけ何もなかった河原に巨大な露天風呂がお目見えしました。朝ってやもんね。でもどうやろ天気、あとはまあ無事に開講式ができるかどうか、祈るしかないな。しかしオープンを2日後に控えたこの日、最悪の事態に見舞われたのです。傾いた？降り続く激しい雨による増水で、千人風呂に架かる唯一の橋が無残な姿に。あってもや、水位下がらんと工事ができるので。翌朝、橋は跡形もなく流され、オープンは延期せざるを得なくなりました。怖いね、自然はね。水害にやられまくりやね。
いや本当ですね。家もやられ、天然風呂もやられ、もう一生付き合いやな。時として牙を剥く川。それでもその川の恵みである仙人風呂こそが再び温泉街に活気を取り戻してくれると信じているといいます。そして仙人のお告げにより発見されたという言い伝えがある川湯温泉。仙人に扮した柴さんが予定より3日遅れで仙人風呂の開湯を宣言。それこそこれも世界遺産に登録までてほしいぐらいの、ね、名物で温泉街に久々ににぎやかな声が返ってきました。仙人風呂を楽しみに来ました。もう待ちに待ってたって感じです。すごい、よし不思議と思って、こんな暖かくもなるんだ。来年2月末までは誰もが無料で堪能できる巨大露天風呂。週末には灯籠による幻想的な雰囲気も楽しめます。いろいろありましたね。慌ててんやんけ、これ泣かすな。本当あったね。復活にかける温泉街、勝負の冬は始まったばかりです。スーパー J チャンネルの松尾由美子です。いつもご視聴いただきありがとうございます。スーパー J チャンネルで放送したニュースは ANA のニュースチャンネルでいつでもご覧になれます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。